ウィッシュ。ということでね、今回もやってきました。激辛マニアユッキーの、スーパーユッキーの、ね、今回食べるのはこちらです。エドゲの、辛節かけすぎ、カレーうどん、というね、こちらです。これが全部唐辛子なんですかね。鰹節の旨味、唐辛子の辛さ。これ辛いのかな？辛節かけすぎカレーうどん。ね。特に言うことはない。辛節っていうのは、いわゆる、唐辛子と、鰹節なんでしょうね。ただね、以前ね、唐辛子って言ってもね、結構辛いもんなんですよ。というのも、以前、100円ショップで売ってた、唐辛子の、なんだっけ、鷹の爪をですね、一本丸ごと、乾燥の鷹の爪なんですけど、それを、一本そのまま食ったことがあったんですよね。はい。そしたらね、結構辛かったんですよ。うわ、カレーってなって、ちょっと、やばかったんですよ。なんで、意外と、唐辛子でも辛いっちゃ辛いんですよね。俺結構今まで舐めてたんですけど、唐辛子なんて、そんな大して辛くねえよって、ね、舐めてたんですけど、辛いです。で、残り1分50秒ですが、話を持たせないといけないな。そう。俺のね、頭のね、形がね、いびつなんですよ。でね、それの原因はね、ここら辺にね、ガキの頃ね、6歳ぐらいの時に、タンスをね、引き出しこう上げて、引いて、で、そこをこう、ぴょんって、乗っかって、で、また、その上の引き出しこうやってやって、こうやって階段状にして、登ってたら、なんか、ぐらぐらっと来て、で、兄貴がギリギリ支えててくれたんですけど、上からね、こんぐらいのね、石像がね、置いてあったんですけど、それが折ってきて、ここにガツッと当たって、で、ぽっくり焦点してはないんですけど、救急車を呼んだらしいですね。俺記憶にないんだけどね。で、その時にここら辺に、強い衝撃で、何針か塗ったらしいんですよね。だから、何針か塗ったらしいんだけど、多分そのせいでちょっと頭の形おかしいんじゃん。これちょっとへっこんでるでしょ。ここら辺っていうかここら辺が。びっくりした。ということで、エドゲの、エースコック、エドゲ。これ本当に辛いのか？で、これスパイス。これ入れます。よっち。おお。鰹節と唐辛子だからね。これ全部唐辛子じゃないですよ、これ。ほら。鰹節と、鰹節の香りするわ。よし。唐辛子。皆さん、例えば、
唐辛子を鍋にバーって入れて、で、煮込むとね、唐辛子ってね、結局ね、辛味成分がね、抽出されるんですよね。で、油みたいになるんですよね。油みたいな感じで、ぷくーって油みたいなのが浮いてくるじゃないですか。あれが辛いんですよ、ね。で、出辛子の、唐辛子はもう全然食っても辛くないんですけど、辛味成分がね、茹でたりするとね、抽出できるんでね。うん。だから、あんまり上澄みの部分はね、食べない方がいい。辛いの苦手な人。で、熱いのも相まって結構辛かったりするんですよ。ああいうの。鍋とかって。大して辛くなくても、熱いっていうだけでもう、だいぶ辛かったりするんで。それじゃあ、いただきます。あ、すっげえ。あれだ。かつお節。うん、カレー味。かつお節のカレー味みたいな。うん、大して辛くはないけど、まあ、うん、美味しいですよ。うん、そこそこ。大して辛くないですね。まあ、大して辛くないんだけど、このスープをね、またね、全部飲むんで、スープを飲まなきゃいけないんだよ。これスープが意外とか辛かったりするパティーンがある。味としてはピリ辛ぐらい。ピリ辛の、ピリピリ辛ぐらい。だからね、辛くないもんでも、唐辛子を大量にかければ、辛くなるんです。たとえ、唐辛子の辛さが1でも、100個入れれば100なんですよ。いわゆるあれですね。塵も積もれば山となるっていう、言葉通りです。とりあえず、麺が少ねえな。スープ。あ、熱っ。熱い。ああ。
熱い。うん、結構辛いですね。ただ、鰹節ちょっと入れすぎかな。これ、鰹節の味しかほとんどしねえ。カレーに、まあいいや、あ、でもそこそこ辛いんじゃない、スープまで飲めば。あの、さっきの、これの中に入ってた、あの、袋のやつが、あれ全部、あの、唐辛子だったら、まだ、もっと辛かったんだろうけど。うん。でもね、あの、辛いもんはね、結構慣れたりするんですけどね、あの、しばらく食べないで、1ヶ月ぐらいね、金辛をするとね、あの、すごい辛くなります。これは、大したことねえな。味もなんか、カレーの風味が弱い。もう、かつお節の味しかほとんどしねえから。エースコックって大阪府の吹田市の江坂の、あれ江坂聞いたことあるなっていうか、あれ俺吹田市江坂って知ってるぞ、あれどこだったっけ、俺大阪に昔住んでたから。江坂駅ってあるよね。うん。完食。これは、見てください。汗センサー。汗がこう、タラタラって垂れても来ないんで。垂れてもいないんで、これ30。辛さ度数30。大したことない。ご視聴ありがとうございました。